沢木圭介は、日本の元ラグビー選手、ラグビー指導者。現在ジャパンラグビーリーグワン、横浜キャノンイーグルス監督を務めている。ラグビー、日本代表の養殖やサントリー・サンゴリアス監督など、歴任。2019年12月から、スーパーラグビーの日本チーム、サンウルブズのコーチングコーディネーターに就任秋田県、小賀市に生まれる。秋田経済法科大学附属高校を経て、 1998年日本大学分離学部史学科を卒業したサントリーに入社サントリーサンゴリアス選手時代にはスタンドオフセンタースリークォーターバックとして活躍全国社会人ラグビーフットボール大会優勝2回日本ラグビーフットボール選手権大会優勝2回に貢献する日本代表として7キャップ2007年現役を引退し 2011年度シーズンまでサントリー・サンゴリアスの BK コーチを務め2012年より同チームのヘッドコーチ2013年に U20 日本代表監督ヘッドコーチに就任しチャンピオンシップ昇格を果たす2014年日本代表コーチングコーディネーター就任ラグビーワールドカップ2015では南アフリカ戦勝利になど同大会の 代表チーム大躍進に大きく貢献2016年サントリー・サンゴリアス監督に就任。前年度9位のチームをトップリーグ日本選手権2冠に導いた。2018年には2年連続で2冠を達成している。2020年キャノーイーグルス監督に就任。沢木啓介選手プロフィール。ジャパンラグビートップリーグ。2020年4月21日閲覧。 AB 沢木圭介の解説スポーツコラム日刊スポーツ2020年12月17日閲覧沢木圭介氏がサンウルブズコーチ就任インタビューラグビー日刊スポーツ nikkanspoorts.com 2020年4月21日閲覧サンウルブズは今度も攻め勝つ 沢木啓介コーチングコーディネーターが力強く宣言。ラグビーリパブリック。2020年4月21日閲覧。全サントリー監督。沢木啓介氏。サムウルブズ入閣へ。スポーツ放置。2020年4月21日閲覧。サントリー連覇。akiko-tokyo-doso.main.jp。T OK 2020年4月21日閲覧。一語一会インタビュー、沢木圭介氏。日本大学の今を伝えるメディア、ニューキャッチアップ。2020年4月21日、閲覧。チームのためにイエスマンになる必要はない沢木圭介、名称の流儀。ビクトリーオールスポーツニュース。2020年4月21日、閲覧。ラグビーワールドカップ終了。誰が良かった 面白かった解説ランキング。エンカウント。2020年4月21日閲覧。ハマれば強い日本代表。沢木圭介が語るジャパン W 杯勝利への道。フライデーデジタル。2020年4月21日閲覧。沢木圭介監督就任インタビュー。キャノンイーグルス公式サイト。2021年8月6日閲覧。ありがとうございます。